いいね、いいね、絶好調、今日も最高ということで、今回は、オンリーアップっていう最近できたばっかのこうゲームをやっていきたいかなと思います。最近できたばっかなんかな、なんか最近流行ってるみたいな。なんかくらない。ああ、こんな感じね。そう。ロール、何これ。ロール、しゃがみ、一時停止、歩く、ジャンプ、カメラ、クロール。何クロールって。泳ぐの？まあいいか。これ。へえ。ブラックホールに入る必要があります。わかりました。はい。とりあえずなんか上に行くゲームらしいですね。上に行くゲームらしいですけど。おお、すごいすごい。おお、来た。え、早っ。なんか上に行くゲームらしいですね。なんか、何やったっけな。僕ね、さっき言ったけど、動画とか全く見たことない。お、何？え、ワープした。何？上行くってこと？あ、あれだ。あれに行くんや。あれに行くんだね。へえ、そういうこと。で、落ちたら最初からなるみたいなことは、ゲームをダウンロードするときに、スイッチでダウンロードしちゃってるんですけど、クロールって何なの？クロールって何？また落としてこなかった。ね、ちょっと待って、やり方みたいな。しゃがんでるだけやん。あ、船乗れるってこと？そう、僕のね、親友の、あれまた、いつからなった？泳げないの？どういうこと？どういうこと？あっち側から行く。おお、ジャンプした。おお、膝痛めたんちゃう今。あ、転がるとかできるんや。え？ん？どういうこと？ん？転がるとかできる。L で転がれるんや。こっちから行けんのか。これは多分ジャンプ。いや、ちょっと待って。これ、転がるとかどこで使うの？ん？浮いてるし、ちょっと。ちょっと浮いてるしな。ああ、とりあえず行く？じゃあ、とりあえず行く？おい、オッケーか。こういうことや。おい。ジャンプ力足りんくない？ジャンプ力足りんくない？しゃがんでジャンプ。ちゃうな。あ、いけんのね。何こう。おお、いいね、いいね。おい、嘘だろ。なんでだ、早いって、ちょっと。全然上がられへんやん。嘘やろ。いや。よいしょ。むずない？これ、ちょっと待って、これ合ってるよな、俺これ。俺、ゲームね、動画をね、見たことないの。おすすめしてもらって、とりあえず、なんかみんなゲーム実況でやってるよって言ってもらって、ダウンロードしたのはいいものの、ゲーム性がわからない。ちょっと待って、こうだ。ここまでいけた。多分上上がると思うんで、ブラックホールを超えるってことやと思うねんけど、これはどうやっていくんや。転がるとかどこで使うの？ん？何これ？あ、これはいけるんや。おい。あ、いけたいけた。ね、何これ？どっちこれ？うわ、複雑やな。ちょっと待って。こっちやん。こっちだ。おい。ついや。オッケー、シャカチぞ。おい、シュシュいいぞ。これは隣に移動するとこで。ほら。そうやんな。そういうことやんな。はい。で、はい？ん？はい？ん？はい？こっちにジャンプするってこと？危ない。あ、これ以上いけないんや。多分、顔でかっ。おい、さあ、俺、はい、賢い。はい。賢い。35年生きてきただけある。んで、おい！ジャンプあれ？どういうこと？ジャンプが、あ、これ、一回上がるんや。一回、おお、危な。ほぼ落ちてるけどな。うわ、ギリギリすぎん？すごっ。これ、みんなようクリアできたな。クリアできた人いんのこれ。クリア動画見てみたいな。うわ、性格出てるな、これ。性格出てるよ。死ぬまでにやれるかな、これ。これは、多分やけど、ん、どっち、こっち、ん、うわー、悩みどこや。こっちジャンプする、ほい、あ、ゲップな、ハラハラすんな。で、ジャンプ、オッケーいいぞ。はい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 。どういう状況なんこれ、てか。なんで宙に浮いてんのこれ。なんかストーリーがわからんな。ストーリー性がわからん。ついや。震えてるし。え、アップな、え、バイブモードになってるぞ。マナーモードか。ん、何、どっち、ん、ここジャンプできんの、ほら、いや、もう、うわ、うわ、ちょっと待って、え、これさ、この時に、いや、ちゃうな、ジャンプして、ローリングできんじゃん。ジャンプ、今ジャンプでよかった、合ってる、ちょっとなんか技あるかな、技あんの、いやいや、伏せるのどこで使うんこれ。え、どういうこと、ちょいちょい立ち上がって。おー、ちょっと待って、ちょっとなんか、え、ま、村みたい探し、ちょっと、ね、どういうこと、ん、え、行かれへんのか、あ、行けるわ。どういうこと、どういうゲームなんこれ。うん。なんか、裏ルートみたいなのあるってこと、こういう感じ。ほら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 、え、近づいてるよ。え、無理。どうやって行くの、え、どうやって行くのこれ。うわー、全然わからん。わからんけどね、人生ってのはやっぱわからんことが楽しかったりするからね。わからんものを分かっていけるっていうのが面白かったりするよね。やっぱ難しすぎても面白くないけど、簡単すぎても面白くない。ね、テトリスとかもそうやね。簡単に、ずっとコンピューターと簡単な人と戦っても面白くないから、泳ぐ、なんか泳げないだっけ、これで泳げないだっけ、よしよし。泳いじゃう、北島康介しちゃう、おい、おい、おい、いいぞいいぞいいぞ。一回泳ぐか。え、一回泳ぐ。え、戻った。無理なんや。これ合ってるこれ。こっから行くのじゃあ。もうとりあえずもう一回やる、なんかあっちから行くか。さっきなんかこっちから行ったし。船乗りたいな。なんか、ステージこれだけ、なんかこれ、うわ、それはなんか俺、Google でパッと見たときね、発狂ゲームみたいな見方も見えたような気もする。走ってよ。ウィーアー、よし、来た来た来た。おい。アイアム、あ、待っちゃってよ。なんで、え、なんで今しゃがんなん、ミスったって今、しゃがみが X か。嘘だろ。そんなことある今の。ボタン押し間違えやん。確かにあんまスイッチやってないけど、普段。ボタン押し間違いね。これ僕スイッチのコントローラーでやってるんですけど、なんていう、スイッチに付属してる。ちっちゃいから、押し間違いあるけど、そんな言い訳したらダサいからやめとこう。さっき孫正義ってあるソフトバンクグループのね、会長、創始者の本を読んでたんですけど、志高くっていう。その本を読んでたんで、僕はちょっと弱音吐きませんけど、言い訳しませんけど、ね、ダサいですから。つい先僕は志高くっていう孫正義の本を読みながら、コーヒーと、チョコレート食いながら、スイッチの誘惑に負けましたけど、全然志高くない。志低くや。あい、ついや。オッケー、釈迦地蔵。あー、え、待って、今のどうしたらよかったん、え、今のどうしたらよかったの、今のどうしたらよかった、ちょっともう一回だけ言っていい、これ好きな人好きやろな。これなんか一個のこと探求するのが好きみたいな。僕とどちらかというとなんかいっぱいいろんなことを同時並行でバーってなんか本読んだり、セミ読んだり、ね、ゲームやったり、ね、友達とトランポリンしたりとか、いろんなことを同時にやるのが好きなんですけど、そう、刺激がどちらかというと好きなんですけど、そう、なんか先日ね、とある僕の、まあ、友人とかはなんかひたすら同じことを極めるのが好きみたいな、ね、友人がいて、なんか僕とはまた違って面白い個性だなと思って、そういうことがこういうのいいのかもしれないね。僕だってね、これゲーム実況やってるから続けてるけどね、これ一人だったらもうね、発狂してやめてるよ。700円ぐらいでかな、セールで。あ、ちょっとこれで、ちょっと待ってな。さっき打ちたいやん。あっぶな。反省してるからでも俺。おい。うんちょこ、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 ちょこ、ピー、うんちょこ、ピー、ピー、ピー。よし。反省しますから。人間はね、反省できるというのが人間の能力ですから。おい、ちょっと待ってよ、もうちょっと待って、なんか悔しいな。ちょっとなんかなんていうの、気持ちいいところで終わりたいね。終わるとしてもなんかその、わかる、悔しいですでなんかザボングルで終わるより、なんかこうやりきったっていうところで終わりたい。なんか本当はベストはブラックホールなんやけど、ブラックホールやね、多分ブラックホール。あれこれがあれやね、多分な。ブラックホールまで行ったらどうなんだろうな。いや、動画見たい気もするけど、ネタバレ見たら面白くない気もするし、でもなんか人生は有限だから時間が、ネタバレ見たい気もするし、まあでも見ないでおこう。今度、僕の親友の兄弟の兄貴の翔平にやってもらおうかな、このゲーム。ちょっとなんかみんながハマってる分かる気がするな。動画面白いな、これ。はいはい、シャンピン待ってよ、これ右の方行って、ここで上がったかな。はいはい、ほら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 、顔を見上げてごらん。ちょっとで、さっき俺多分ここで落ちたんやな、多分な。うん、ここで落ちたんやって反省してますからね。ジャンピン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 な。オッケーオッケー。これ、ちょっと待って。どういう状況これ。どういう状況これ、ジャンプ届くのこれ。いける？ジャンピー、ジャンピー、ジャンピーな。オッケー。はいはい。さっきなんか YouTube の検索欄見たら、初心者殺しみたいな書いてあったから、なんか初心者殺しのステージがあるんやろうけど、ちょっと、うわ、危な。牛乳瓶みたいなとこで。おい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 。ちょっと待ってよ。ドキドキさせやがろうぜ。これはもしかして恋？オッケーオッケー。ちょっとダサいな、なんか。はいはい。うんうん。おうほう。なんかこれいいね。なんかこの、やめさせてくれない感じ？やめさせてくれない感じがいいね。なんかどこまで、なんか次へ次へって行きたくなる。行けそうで行けない。行けなさそうで行ける。みたいなね。じゃあどう行くのこれ。これは、ジャンプ。セーブできたらいいのにな。セーブできんの途中でこれ。何これ。設定。チェックポイントをロードします。チェックポイントあんねや。あ、見れるやん。クロール、ジャンプ、落とす。何落とすって。落とす。落とすってどこで使うの？ん？え？はって言ってる。あぶなっ。ん？あ、これか。怖っ。おっと、待ってくれよー。アニハセよー。あ、メインメニューを押しちゃったって。なんで、そんなことある？俺も関係ないやん。メニュー、いや、メインメニュー間違えて押したって。関係ないやん。嘘やろ。こんな天然な巻き方ある？ちょっと待って。でも、いや、続きやりたいよ、これ、さすがに。落とすって何これ？どこで使うの？ってことは俺まだこれチュートリアル的な？これそっちのチュートリアルでこんな難しいの？いやー、ちょっと待って、俺これ。何これも初心者殺しってこと？合ってる？まあとりあえずやる？落とすって何だっけ結局？落とすって何？歩くはできるんや、こうやって。走ることもできたし、歩くこともできたんや。あー、それちょっとわからんかったな。でもこっちからちょっと行こうか。いいとこまで行ったから。おい、ジャンピン。ジャンピナー。ジャンピナー。ねえ、これ何の手だっけ？カラーやったっけ？行くぞ。ジャンピナー。オッケー。ジャンピナー。ジャンピン、ジャンピ、ジャンピナー。オッケー。おっとっと、ね。調子乗るとやられるからね。俺結構すぐ調子乗るから、いつも。調子乗って、天狗になって、足元すくわれて、落ちて、調子乗ってっていうね。猿みたいな手さぶってるんで。ゴイゴイスー。ゴイゴイ、ゴイゴイ。ゴイゴイスー。俺の記憶力を使って、俺の記憶力を司り、さっきのところまで行き、さっきちょっとメイン目に戻るのに終わるのはね、とても面白くないから、気持ちいいところで終わりましょう。なんかセーブポイントまで行くっと、こういいね。ちょっとここドキドキするね。ドッキリドッキリドンドンですね。ドッキリドッキリドンドン。よっしゃ、不思議の力がいったらどうするどうする。おいしいぞ。ここさっきちょっと高かったね。おっと、村井ドキドキさせちゃってー。ドキドキゲームやね。GG。ドキドキゲーム。ここ歩けるもんな。勉強しましたから。はい、僕の知能指数を見せてあげますよ。僕の戦闘力。15。ジャンプ。さっき。はい。で、はいはい。うん。で、いや、クッキーやん。なんかこれ、アルフォートみたいな。なんかあったよな。おっと、ここ歩くんや。多分ここ歩くよ。で、崩れるとかやめてよ。そういうなんか、ドッキリドッキリどんどんやめてよ。お邪魔女ドレミやめてよ。お邪魔女そんなやめて。あ、おいおいおい。おっとっと。何このちょいちょいなんかこう、危ないよみたいな。で、いやー、これどっちどっちこれ、こういうことなんでやねん。違うってこと今。こうやって走ってこうやってやった方がよかったってこと。何ていうの、フィナンシェってなくて、なんていうの、ああいうクッキーなんていうの、お土産でもらえるよね、なんかね。そう、みんなからお土産でもらった時に入ってるクッキーやねんな。中にクリームみたいな入ってるやつ。とりあえず急いでいく。もう俺ちょっとスピードアップいくよ。はい、スピードアップ。はおっとよし、もう一回行くぞ。そのまま行くわ。スピード出していくから、ちょっと。果てしない。何だっけ、空の宇宙の彼方へ。私を連れて。おっと、ちょっと待って。わかんない。歌いながらやと難しいな。何だっけ、どんな歌だっけ。果てしない。空の彼方へ。私を連れていて。なんか BGM 覚えてるなと思って。全然関係ないけど、左側行けんじゃない？左側は関係ない。ない。左側関係ない。関係なさそうやな。なんかこれ、飛べたりするんかなと思って、さっきみたいにさ。でもなさそうやな。なんか地底に、左側に地底になんかあるな。よしよし、いいぞ。まあ、こっからじゃん。まあ、見てなかったことにしよう。ちょっと待って、いや、俺、セーブポイントまで活かして。やめるとしても、セーブポイントまで活かしてそう。なんかちょっと、これは嫌や、俺、さすがにちょっとここでやめるの。で、なんか、だって、次やった時にまたこっからなわけでしょ、最初から。じゃなくて、セーブポイント、ちょっと、セーブポイントからこうなんか、ロードしますってあるから、そこからやるらしい。5位、すん。よし。OK。なんか喋りながらやってるゲーム実況すごいね。よし、いいぞ。でもゆっくり、この忍び足ね、忍者のごとく。さっきここで一回落ちたからね。ジャンピン。オッケー。これ下の岩に乗ってもダメなんやもんな。乗ってみたいけど、その好奇心を一旦抑えて、僕は大人になりました。大人です。僕は大人なんで。これなんか全然関係ないけど、これガクトみたいな。ガクトみたいではないか。ヒルクライムとガクと合わせたみたいな。よし、気持ちいい。爽快感。なんでこの男の人が主人公なのかな。これ選べんのかな、キャラ。途中入れ替えれるみたいな、あんのかな。動画をね、全くマジ見たことないから、他のキャラ使えるかどうかもわからない。でもその、わからなさが面白い。人生冒険ですから。人生は探検だ。よし。左の方のなんか何やる。キノコみたいなところに行きたいけどね。ちょっと注意がね、3万になりますけど、注意3万ゲームですね。ADHD ゲームだ。ちょっと待って、ここ乗ったったよな。おいで、ここの、そう、ここ。で、いやー、これジャンプでいけんのこれ。ほんまジャンプでいけるんですか。いけんすかこれ、ほんまに。俺、いける気せんねんけど。嘘でしょこれ。ちょっと待って。いや、なんかここ行ったら俺なんか、なんかそこセーブポイントな気がすんねんな。違ったごめん。セーブポイントな気がすんねんって。わかる？いやこれ遠いもんだって。これいける？これいけるかこれ。あ、壁沿いに引きつける気もするし、ちょっと生かして。まあ人生はチャレンジだ。せっかくここまで来たのに。嘘でしょ。ちょっと待って、ここはあれ出させて。どこでもドア。いやゲーム崩壊よねこれ。どこでもドア出したらね。どこでもドアでもおっと間違えたって。なんで？なぜ？なぜ ？Why Japanese people？ ほい。嘘でしょ。なんかでもちょっとだけ慣れてきた。操作には慣れてきた。そして喋ってたら喉も枯れてきた。ちょっと待って、水飲んでいい？うまいね。うまいね。もういいっす。ウォーター。オッケーオッケー。まあちょっと慣れてきました。おっと、あっぶねえ。あっぶないよね。うん。はい。ふう。ちょっと待って。いや、これ、攻略みたい気もするけど、おっと待って、危な。初歩的なミスで落ちるとかやったら、でもジャンプでいい。あっぶねえ。あっぶな。誰がみんなのゴミを集めてるってこと？ゴミからブラックホールに行こうとしてる的な。チャラ男が、チャラ男番長が引くぞ。よしで俺も反省しましたから。で無理なんですよここ、うん、無理なんですねここ。無理なんやけど、いや無理って言ったら無理やから、孫正義とかソフトバンクグループ、ソフトバンクビジョンなんとか財団みたいやってるから、俺もやらせてね。これどうすんの？でこの走って走って走って、いやこれ橋つかめるよな。でおおお、えちょっと待って、見た見た。違う俺だけ楽しいんだけど、これセーブポイントじゃないの？これセーブポイント？うん、セーブポイントでしょこれ。嘘。これセーブポイントじゃないの？結構頑張ったよ今。うん、何本かけたんだねここまで。あの20分なんや。そんなやってなかった。えどうやって、うん、何これどういうこと？うん、上上がんの？多分上上がるよな。怖くない。怖いと思ったら怖いから、多分これ登ってって、ん？何これ？カエル飛び的な？どういうこと？で、うん？え？怖っ。なんか謎解きゲームみたいな。でここから、お近い。どこにいんの？ちょっとどこにいる？わからんて。ちょっと待って。どこにいるの？どこにいる？ああ右側にある。右側にあるね。これだ。これで一回登れんじゃん。ほら。はい。おーっと、あっぶな。いや、こいつ。ぷわ。んで、まあ、一回登る。登ったとして。どこだ？なんかこれ多分、渡れる気がすんねやって。判定がわからんな。ほぼ浮いてるけど、なんかこいつ超能力者的な。なんかガンツにいたよね、なんか超能力者みたいな。泳い使うんや、なんか技みたいなな。やねんけど、ザップな。ちょっと待って。これ合ってんのこれマジで。ちょっと誰か教えてこれ。あ、そういう時ライブ配信とかいいんか。ライブ配信ってそういう時にいいのかな、こういうゲームに相性いいのかな。よしよし、いいぞいいぞ。で、一回上がる。ライブ配信ってやり方わかるもんな。おっと、ただ往復しただけ。はいはい。ターンしただけね。いや、いいって、もう。ちょっと待って、いいって。それはいいんやって。何してんねん。ちょっと一回上がって、いや、セーブポイントまで来たよ。セーブポイントどこ？これセーブポイントってどこにあんの？ちょっと待って、これ。何これ？セーブポイント欲しいって。生かしたセーブポイント。でもないのが面白いんか。こっちが。はあ、だっぶね。ちょっと待って。なんで？さっき行けたよな。見たよな、さっき。小人いるよね。ノーカットやから。あっなんでや。こっからいけるんじゃん。こっから上がっていけるやん。なんじゃそりゃ。ちょっと待って、でも、多分なんや。この高さからジャンプしたら無理やん。っていうことは、多分これ上登る気がする。ん？この高さからだと無理やん、多分な。だから、あっぶな。この高さからじゃないよな、多分な。その高さからね。その高さからなんやけど、どうやったら上に上がれるのかっちゅう話よな。こっからは多分無理なんや。うん。どういうこと？いやでもこれ多分無理でしょ、これ。いけんの？もう一回やる？おっと、危な。危な。まあ、ここならいいけど。セーブポイント行きたいんやけど。セーブポイント行きたいんやけど。ちょっと待って。セーブポイントどこ？ジャンプちゃうって。こっち。うん。再開しよう。腹減ってきたって、あと。昼やから。腹減ってきた。セーブポイント行きたいって。セーブポイントだけ貸して。うん。ちょっとだけ慣れてきたよ。だからジャンプしても、落ちても、復帰できるあたりは、ここはほぼセーブポイントないけど、今ここでやめてしまうと、また一からなってしまうから、セーブポイントまで行って、昼飯食べたいです。これが俺の欲望です。ここは落ちても心配なさそうやから、ここからこう行って、よしよしジャンプするか。おいで足やから、うわなんでちょいうまい人、これ絶対うまいやろな。まあ当たり前のこと言ったけど、うまい人うまいやろなっていう。まあそりゃそうなんやけど。しゃ。ちょっと、まあ、気長にやってきますか。気長に。あれ。よし、いいぞ。よし、いいぞ。いいぞ、頑張れ。俺の代わりに頑張れ。脳性頑張れ、俺の代わりに。ちょっと、やり方合ってるよな。ちょっと待って。設定見ていい？しゃがむ、ジャンプやんな。そうやんな。今更やんな。ロールってないとき。ロール転がるとかできるそんな。ロール俺、ここに転がって落ちたら嫌やな。ロール転がったな。最下位やな。で、ジャンプするから、まあ、見といてじゃ。おっきたー、島康介です。ありがとうございます。気持ちいい。これ落ちないように。こんなところ落ちたらね、ここで最初は嫌ですから。なんならもうゲーム実況で言うのもあれやけど、喋るのもちょっと嫌になるぐらい。お、え、なんでなんで、え、どういうこと。んはははん、どういうこと。これん、何が起こったよ。もう透けてたよな。ロール、しゃがむ、落とす、落とす。ちょっとジャンプせんとって、危ないから。まあ、ジャンプする。もういけた。何があった今。まあ。ここジャンプでしょ。よっしゃ。怖っ。どういうこと。え、終わり。あ、いけるんや。隣いけるん、隣いけるな。うん、はい。はい。神経いいな、こいつ。うん、名前わからんけど。なんていうの、これ。ボルダリングくん。いやー、ジャンプこれ。嘘でしょ、これ。ジャンプこれ。ジャンプすんのこれ、もしかして。ジャンプ、ジャンプこれ、え？ジャンプ？ジャンプ？ジャンプするじゃん、ジャンプするか。うん、いけたわ。いけたんやけど、アー体験みたいな。上がる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おお。ほら。よっしゃ。ちょっと待って。何これ。上がどうなってんの？ほん。紙飛行機じゃなくて、あの飛行機。うん。飛行機でちょっとずつ難しくなってんねや。はあ。おお。こんなシーンありますか。ああ、こんな。みんなちょっと待ってな。ああ、もう。ちょっと待って。ちょっと別の方から行っていい？こっちから行くわ、俺。こっちから俺、セーブポイント探すわ。あっちは難しいモードやと思って、こっちから行きます、僕。諦めの感じやから。命は有限やからね。うん。失敗は、成功のもとですから。失敗した数だけ、ね、残りの失敗の数が減ってると。成功へ近づいてると。そう思いながら僕は行きますよ。今まで培ってきた俺の能力を見せてやる。いけ、ヒルクライムいけ。ちょっと待って、嘘だろ、ちょっと待って、嘘だろ、嘘だろ、ちょっと待って。いや、ちょっとだけいいですよ。セーブポイントまで行かして。だってこう今リセットしたらもうやってないと同じじゃないか。人生と一緒か。経験値はあるから、経験値があればその経験値を生かして次のキャリアアップにできる。仮にお金が0円になろうが、人間関係がリセットされようが、今まで得てきた知識、そういうものは次に生かせます。人間にはなぜなら脳という CPU メモリーカードがあるから、 SD カードがあるからね。大丈夫、問題ない。自分拳やっていきましょう。よし、ここまで行ったっけ俺。こっちな気もするけど、こっちな気もするな。ちょいちょい罠みたいなのあるからな。よしよし。で、キーのいいとこで終えたいね。後ろ向いてるな。よしよし。ん？ん？こっちやな、多分な。こっち、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 こっち向いて、ほい。いいぞ。んで、一回上がる。これ、なんていうゲームやったっけこれ。名前忘れちゃったな。フリークアウトみたいな感じだっけ。フリークってどういう意味だっけ。ゲーム忘れた。まあいいや。後で見るか。まあたまにはこうやって、ゲーム実況ありやね。どっちだ。こっちのこのウインナーな気もするし、ウインナーな気もするな。ウインナージャンピングな気もするし、これ進めない。一回上に上がる。上に上がられへん。え？ん？ん？ん？どこにいる？ちょっと待って。わからんわからん。わからんて。よし。とりあえず上がる？うんうん、どういうことどういうこと、何が起こってる今。誰か教えて。なんか一人称になってるけど、ちょっと待って。ちょっと待って、やってやって。何が大きく上がった、上がったんちゃう、上がったんちゃう。はいはい。で、あそこでジャンプ、上まで上がってジャンプして、あそこに登れそうな気もする。ちょっと待って、マジどこでセーブポイントあんのこれ。誰か教えて。じゃあマジで。はっ。ちょっと危な。はっ。おー、いっそ。こんなところでジャンプする勇気は。はっ。ほうほう。いいぞ、いいぞ。はっ。ん？はっ。はっ。おっと、なんでジャンプすんだい。危ない、危ない、危ない。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、あれだけ生かして、ソーセージだけ、シャウエッセンだけ生かして、名北ソーセージだけクリアさせて、ちょっと悔しないなんかだって。それが終わったらクリアしてセーブポイントらしきものを見つけたらセーブポイントまで行ってやめます。僕はさっきは同じことばっかり言ってるけどな。全然同じことばっかり言ってる。人間でも忘れるから。よし、だろなんでやねん。なんでやねん。よっしゃー。なんでやねんねんねん。でってって前かんで前がすいすいすい。ででで前かんで前がすいすいすい。行きましょう。シャウエッセンだけクリアします僕は。次シャウエッセンクリアして失敗したらまあいいですよ。納得いきます。全くいい人生だった。行きましょう。うん。いいぞ。なんか、何のために生まれてきたのか分かる気がするな。人生は壮大な暇つぶしだみたいなね。誰かが言ってましたけど。よし。んで、こっち行きまして、ちょっとお腹空いてきた。いいぞ。上がっちゃって。上がっちゃって。いいぞ。シャウエッセンまでもうちょっとだ。いいや。いいぞ。シャウエッセン一回上がろう。さあ後ろからで、おおいいんちゃいます？いいんですか、いいんですか、やっちゃっていいんですか。おいやブロックの形変わったよな。ん何ちょいちょいブロックの形変わるよな。おいはい登っちゃってシャウエッセンに登っちゃってここ登っちゃってんこれはいける気もするし、なんでちょっと待ってよ。え今の何が正解やったん？上に上がった方がよかった上上がった方がよかったってことでこうしてちょっとアップロードした頃には遅いやろうけどちょっと誰か教えて今。なんかアニメとかだとね助けてくれみたいな時にこう未知なる力が出るみたいなのあるけど、なんかわかるこの主人公がピンチになった時にやべえ助けてってなった時にこう力がめちゃくちゃ発揮するみたいなそういう能力欲しいよね。なんかその起死回生能力起死回復起死回生能力か。ちょっとちゃうね雨宿りとかじゃないね。よし結構俺こんなことじゃないけど初期でずっと止まってない大丈夫これみんなこんなもんこれちょっと他の人こんな感じなんかな。そんなことじゃないけど俺ゲームのおばさアベレージ全国でいうと日本人口1億2000万人いたとして普通ぐらいと思うよな。みんなこれぐらいなんかな。そう俺は下手すぎる。自分って大体自意識にね過剰になりがちというかあるよね。なんか自分のことを採点高くしがちみたいななんか実験があったらしいけど大学の実験かなんかね。大学のテストでね自分の点数は平均点以上であるみたいなのを押す人が多かったみたいな見たことある気がするけどちょっと上に上がるか。上に上がろういいぞ頑張れ。なんか自分に見えてきたな。見てないとこうかいいぞ可愛い子ちゃんいいぞちょっと待ってもうやめようかなってなってきたけどもう一回だけやらしてもう一回だけ頼むよ。ちょっとお腹空いてきたけどもう一回だけやらしてなんかあそこおっとあそこだけクリアしたいな。あそこでクリアしたいという気持ちとクリア欲求とお腹空いた欲求で今戦ってます。腹減った俺のバカ力をカジバのバカ力を見せつけてやる。おいいやーセーブポイントまで行きたいな。ロードポイントこれどうやってクリアすんのこれマジでどうやってクリアすんの。後ろ見に行ってバック中止じゃないからよしいいぞうんまあとりあえず左側行ってそこの回りながら上上がるじゃんしゃあない回りながら上上がります。あしびれてきた回りながらゆっくりねゆっくりおっと危ないねこれだけやん。よしでいいぞでこれ上上がるんじゃん。上上がっちゃう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 。上上がっていいぞ。でこっから上上がっていいぞ。ちょっとずつ前進んで、シャウエッセンはあれはもう罠や、トラップだ、人食い箱だあれは。だから俺はこっちの方に行って、ジャンピング、ジャンピング、いいぞ、ジャンピング、いいぞ。あ、何や俺、いいんちゃうか、いいんちゃうか。あれでもこの先がないぞ。ちょっと待って、この先がない。円盤に行きたい。円盤に行きたいけど、はっ、ちょっと待ってお兄さん、おげやめようかやめるわ。ちょっと次回、いやでもこれ翔平できるかな、苦手そうやな。やけどまあ翔平にやってもらいますか。じゃあ次回、木下翔平35歳、独身彼女なしにやってもらいたいと思います。で楽しかった、楽しかったけどちょっとお腹すいたわ。また次回やるわ。46分か、46分で700円ぐらいいったか、720円ぐらい。いい遊びでした。じゃあバイバイ、愛してるよ。